でもまあ一応これで乗らなくなったじゃないですか。指が。もう足が怖がってる。怖がって。でも乗ってなくなりましたからね。あ、よかった。はい。で、あとちょっと。もうちょっと頭をこうベッドの端っこ上の方にずらしてもらっていいですか。はい。もうちょいいいですか。もうちょっとだけ、そこそこら辺ですね。一回頭を浮かしてもらっていいですか。はい、下ろしてください。で、ちょっと顎を上げます。はいはい。で、今この体勢で、うん、右足ゆっくり上げてみてください。右足。はい。で、下ろして、左足ゆっくり上げてみてください。はい。で、下ろします。どっちの方が上げにくいとかありました？こっちかな。左足の方がちょっと重たい感じでした？はい。はい。はい。で、この状態でもう一回右足上げてみてください。左足上げて。変わりました？あ、まあ、はい、平等に。平等になった感じ。はい。でもう一段階下ろしますね。はい、じゃあもう一回足上げてみてください。はい、で左足上げてみてください。今どうでした？あ、右の方が若干楽。あ、若干楽になってる。はい、じゃあこのここかな。じゃあここですね。今の状態でちょっと、そのままにします。力抜いていてください。はい、今呼吸楽じゃないですか。あ、確かに、うん、そうですね、なんか寝落ちしそうな感じ、はい、はい、今の状態でもう一回足右ゆっくり上げて、はい、そして左ゆっくり上げて、どうでしょうか、足伸びやすさ最初と比べて。あ、右は断然軽いです、はいはい、あ、軽くなりました、はい、はい、よかったです。骨盤を押さえますね。失礼します。力抜けましたね、体ね、うん、はい、ちょっとさっき痛かったりくすぐったりした外ももののところですね、叩いてみますね、はい、どうでしょうか。あ、大丈夫です。大丈夫、くすぐったい、うん、変な感じ、変な感じする。でもくすぐったいですか。あ、左よりはマシ。どっちかというと痛いです。はい、痛い方が勝つ。はい、体を拒否してないです。してなくなった。はい、反対も叩いてみましょうか。やっぱりこっちの方が硬いですかね。うん、でもまあ痛いとかくすったいっていう嫌な感じはないですかね。なくなった。
をしますね。困りましたね。もう買っちゃったしね。そうなんですよ。マットレスを変えるって感じですかね。そしたらね、その方が多分いいですね。どう悪い感じなんですか。柔らかいすぎるとか。いや、なんか、高さが違うんですよ。穴開いてたりして。え穴が、ベッドに穴、新品なんですよね。そう、すぐなんかバキってなっちゃって。そこに寝てるんですか。そりゃ体痛いっすね。はい。応急処置としてダンボール敷いて。ダンボール敷いて、一体いくらで買ったんですか、このベッド。9000円です。寝てたのノーマさんですよね。はい。それでそんなバキとかなりますかね。ねえ、もう本当、へえ、びっくりですね。はい。この音がちょっと見えすぎたりします、ね。あ、すいません。加減どうですか。ちょうどいいです、ね。9000円どうなんだろうな。安いっちゃ安いけど、でもそんなね、なんかね、中古を買ってるとかじゃないのにね。うん。クレームしていいんじゃないですか。本当ですよね。うん。買ったばっかなんですよね。そうですか。でも何ヶ月か。ああ、何ヶ月か経って、はい、傷んじゃったんですね。はい。肩冷たいですね。嘘。うん。手はあったかいです。まあ、背中があれだけバリバリでしたからね。自律神経が。ああ。うん。乱れてても不思議はない。というか逆に健康だったら不思議です。どうしたみたいな。不思議な、うん、それは絶対どっかしら良くないよねっていう硬さありました。大丈夫ですか。はい。痛い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 痛ちゃうんですよね。いや、ちょっとここ痛いですね。ここね、凝ってますね。コリ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 してますね。痛いですよね。はい。
ここが痛いですね、はいはい、痛いところを緩めたいので、結構そうよく寝れてないからね、力入りやすいですね、うん、不自然な感じになっちゃいますもんね。さっきよりこれどうですか？痛くなりましたかね？痛くない、はい、 いやそっとなんか普通にギクシャクしてませんでした？なんかあーみたいな感じあったじゃないですか、普通に、はい、なんかなんていうんだろう、こうあ凝ってるみたいな感じが、うん、ねえ、まあ、そこまで痛くなくなりましたよね、うん、はい、くすぐった、くすぐったい、ここも痛く
ぐ痛いですかね。こっちは。あ、でも痛さ、ね、最初の痛さはあんまり。膨らんできたっすね。あ、こっちの方がくすぐったい。くすぐったい。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。See you.